はい、今回はですね、ある人を紹介したいと思います。ね、フィールドホッケーってのをご存知の方、あんまりいないと思うんですよ。日本国内では、ちょっとね、マイナーなスポーツなんですけども、実は、世界でもね、かなり盛んなスポーツの一つとして数えられる、このフィールドホッケー。ここのね、アスリート、もう有名な選手なんですけども、中村浩二さん27歳をちょっと今回ね、取り上げていこうかと思うんですよ。この記事にも特集されてるんですけども、こういうふうに、言われています。周りの助けがなかったら今の自分はないってことなんですよね。そういえば中村浩二さん、ジーコって言うんですけどね、先日なんかご結婚されたそうです。本当おめでとうございます。1年ぐらいになるんですかね。でもね、マイナースポーツの現役選手へに導き出した答えがオンラインサロンの開設エントランスっていうところなんですけども、ここでいろんなね選手とまあ様々な企業をマッチングしたいということなんですよ。でやっぱりそのスポーツ選手っていうのは企業のスポンサー、こういったものがね、主な収入源とか生活の糧になってるっていう部分がありますし、選手が頑張ってくださることによってですね、企業も広告効果も出ますし、すごくね、イメージも良くなりますし、両方とも良くなるんじゃないかなと思うんですよ。だからこそ、一流選手の、このね、自己、中村浩二選手が、今ね、企業戦士、その企業の架け橋となってですね、いろんな場面で戦ってくださってるってことなんですよね。まあ私もね、エントランスに招かれて、様々ね、ディスカッションさせてもらったことがあるんですけども、まあ、今回もね、新しい展開エントランスでされるってことなんで、このオンラインサロンエントランス、非常に楽しみだなと思ってます。記事を読み進めていこうかと思います。オリンピックの正式競技としても採用されているフィールドホッケー。国内ではマイナーと呼ばれるスポーツながら、目まぐるしい展開とスピード感で、観客を魅了するエキサイティングな競技です。ということなんで、今後ね、また試合があるようでしたらご紹介いただきたいと思います。で、試合の日程が分かりましたら私の方からもこの動画を通じて皆さんにお知らせしようかと思いますね。で、そのフィールドホッケーにおいて現役選手として日本でトップレベルの実力を持つ一方、そう、トップアスリートなんですよ。この方ね、すごいでしょ。で、オンラインサロンを運営する経営者としての一面も持つ。これね、このね、エントランスってオンラインサロンね、むちゃくちゃ人気なんですよ。で、私も参加させてもらったんですけども、環境も良くってね、収益化を目指す方も十分チャンスがありますので、ね、いらしていただければと思います。そんな 2way を実現させているのが、今回インタビューさせていただいた中村浩二選手ですということなんですけども、中村浩二選手のちょっとプロフィールを読んでみましょう。はい。1993年生まれ、現在ね、27歳です。11月7日生まれなんで、もうちょっとで誕生日来ますよね。で、富山の出身なんですよね。石堂高校から、東京農業大学、こういった経緯を踏んでおります。でね、肝心なのが、現在の所属、メトロ東京ホッケー&アスリートクラブということなんですけども、ホッケー歴がね、17年もあるんですよ。だから、10歳の頃から、こう、ホッケーにね、縁があって始めてたんですよね。で、アンダー18の日本代表も務めてらっしゃって、実績がすごい。インターハイ優勝、日本リーグ優勝ということでね、どうですかこれ。ね。優勝した笑顔がこれですよ。今の気分はどうですか中村選手。まあ、ということでね、私の方からこの辺までに紹介させていただきます。あとは記事を読んでいただきたいので、動画概要欄からね、URL をクリックしていただいて、Q&A に、まあ、思いを馳せていただきたいかなと思います。で、現在ね、こうやって、プレイしてるところが写真に載ってますけども、このね、ホッケーのさばき、これすごいんですよ。それからね、飛んでくる球の速度も、もうね、ビュンビュンですからね、もう時速100キロとか200キロで飛んでくるんで、これ顔面とか頭に当たったらね、ほんと危険なスポーツなんですよ。で、あと足見てくださいよ、この足。むちゃくちゃすごいですね。サッカー選手といってもね、過言ではないぐらいの足の太さ、そして腕の方も鍛えてますよ。これ全身使うスポーツなんで、首筋もガッチリしてますよね。タフネス。そして、明るくて爽やかな青年でございます。人間性を育むスポーツ、雑な生活をしているとプレーに現れると書いてますけども、やっぱりね、アスリートとしてはプレーだけ上手になろう、生活はそのままで、ゲームだけ上手になろうと思ってもそうはいかなくって、24時間自分の暮らしとか生き様全てがフィールドに出てくるんじゃないかなと思うんですよ。で、逆にフィールドで培ったものは生活に全て出てくるんで、まあ本当にね、全部一体化してるんじゃないかなと思いますね。このジーコ選手の性格や生き様そのものがプレーにも出てると思いますし、そういうところがね、
ファンを魅了する一つになるんじゃないかなと思います。いや、これからもね、ジーコ選手に私も会えると思うと本当にね、鼻高々っていうか嬉しいですよ。一緒にね、この合宿とかもやったことがあって、非常にいい経験になりましたよね。あの時宴会場で食べた和牛美味しかったな。また一緒に行きたいですね。はい、経験データ誰かのためにを実現したいマイナースポーツ選手と企業マッチングすること。まあ私の会社でもね、まあスポーツ選手のタイアップっていうのはないんですけども、これからこのホッケーを中心に考えていきたいなと思いますよね。このユニフォームにね、私の会社のこうロゴをバーンと貼ってですね、フィールドで戦う姿を見てみたいなと思います。これね、本気で考えてますからね。まあそのためにうちの会社ももっともっと業績を上げていかないといけないですし、何をやってるか分かんない怪しいビジネスだったらね、選手の方から断られちゃいますからね。はい、まだまだ取材は続きますんで、あ、素敵な女性がインタビュアーさんですね。いや、いいですね。ちょっとこう、にやけてませんか？ね、奥さん、大丈夫ですか？なんかモテますからね、27歳。彼はモテますからね、油断しないように、手綱掴んどいてくださいね。ということで余計なことを申し上げましたけども、最後にエントランスの公式サイトがこちらの方にありますので、こちらの方ね、動画概要欄にこちらの方も貼っておきますので、クリックしてご覧ください。ちょっとクリックしてみましょうか、これ。はい、出てきました。ちょっとね、すいません。画面ちっちゃくて真ん中しか抜いてないんですけども、うん。いいのを作ってますよ、サイト。うん。動画概要欄からぜひご覧ください。ということで、本日は以上です。いかがでしたか？事故。いってらっしゃい。